よく晴れた天気になりました。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはベイスターズの先発大貫が横浜スタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。初球ボール、まあ走力が半端ないバッターですからね、絶対に塁に出したくないですよね。そうですね。ストライクになります。打ちました。これはセカンドライナー。バッターは2番に入っている田中。大貫、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、これはショートの横抜けた。ワンアウトランナー一塁です。打席には3番バッター小園、ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。そうですね。さあここをしのいでいけるか。外高め決まってストライク。これが4球目。バッターあっと強い当たり弾いた。ボールを拾って一塁そのまま入ってアウト。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには4番の堂林が入っています。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。これは低めストライク。アウトコースストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。さあどうだ、伸びていく伸びていく、レフト線を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。カープ1点を先制しました。見事なタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。
ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。さあこの場面で打席には5番の秋山入っています。インコース詰まりました。これはショートライナー。しかしこの回カープ先に点を取りました。1対0カープ先制です。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあ、そうですね。ベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、まあ、怪我人が、ね、出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。渡来打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。これが2球目。高め打ちました。ショートの左抜けました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー二塁です。さあベイスターズ同点のチャンスを迎えています。早めに振り出しに戻しておきたいところですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはオースティンが入っています。逆転に成功しました。この回の DeNA ベイスターズ2対1になりました。さあここで逆転となるホームランが飛び出しました。いやプレッシャーのかかる場面だったんですけどよく打ちましたね。初回から逆転に成功、流れを取り戻しました。バッターボックスには3番佐野。ベイスターズホームランで逆転しています。小宮山さん、前のイニングで先制しているだけにこの展開は誤算でしたね。まあ、点はやりましたけどここでしっかり抑えたいですよね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。さあ2球目は何か。空振りになります。あっという間に2ストライクです。緩いボールを持ってきました。アウトコース外れます。まあ次のボールが勝負ですね。なるほど、引っ張った。堂林一塁そのまま入ってアウト。打順は4番マキ。ワンアウトランナーなしです。初球ボール。次が2球目。高め際どいコース決まっています。ナイスボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。
三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックスは5番宮崎。ベイスターズ先制を許した直後のイニングでしたが、この回逆転しています。初球大きく外れています。入りました。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。スライダー外れます。打った。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。野間が掴んでスリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。1回終わりました。2対1、ベイスターズ逆転に成功しました。2回表に入ります。追いかけるカープの攻撃。6番バッター坂倉。ベイスターズ1点リードで迎える2回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。まあそうですね、この1点を守りきるぐらいの気持ちで最後まで投げてもらいたいですよね。そうですね、今日の投球に期待します。引っ張った。一、二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に同点のランナーを許しています。バッターボックスには田村。ここは送ってくる可能性が高いでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ファーストランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。この盗塁は阻止したかったですけどね。ワンヒットで追いつかれてしまいますからね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。センターへ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。センター前ヒット。ベイスターズさらにピンチが続きます。踏ん張りどころですね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。菊池がバッターボックスです。初球変化球がいいところに決まりました。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。次が3球目。変化球打っていった。さあいいところに飛んでいる。さあ同点のランナーがタッチアップ。サードランナーがホームに帰ってきました。菊池きっちりと犠牲フライを打ちました。振り出しに戻ります。今のシーンです。この犠牲フライで同点ということになりました。まあもう少し長打を警戒して組み立てをしてもよかったでしょうね。ここで追いつかれました。犠牲フライでランナーが帰っています。さあ一塁に勝ち越しのランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーのアドゥア。ここは送りバントで来るかもしれませんね。はい、さあ送ってくるか。
里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球いきたいですね。なるほど。バントしました。ピッチャーが取る。セカンド送球アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。引っ張った。一、二塁間を破る。二塁はセーフ。ベイスターズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。バッターボックスには2番田中。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。